エブドキア・フヨードロブナ・ロプーヒナは、ロシアのツァーリ・ピョートル1世の最初の妃、アレクセイ・ペトロビチ・ミコの母親、ピョートル2世の祖母。エブドキアは、貴族のヒョードル・アブラモビチ・ロプーヒンとその妻ウスティーニャ、ボグダノブナ・ルティシチェバの娘として、モスクワに生まれた。17世紀のロシアの皇妃の大半がそうだったように、有力貴族の家柄には属さなかった。エブドキアは、ツァーリ・ピョートルの母親ナタリア・ナルイシキナによって、息子の妃に選ばれた。エブドキアの母が有力政治家、ヒョードル・ルティシチェフの親戚であることが理由で、エブドキアに白羽の矢が立ったのである。エブドキアは1689年にツリーツァとして戴冠し、夫との間に3人の息子を設けたが、成長したのは長男のアレクセイだけだった。夫のピョートルは、エブドキアの顔面古老な親族たちを取り立ててやることはせず、すぐにエブドキアを捨てて、オランダ人の愛称、アンナ・モンスに心を移した。エブドキアが夫に宛てた手紙には、自分の夫に対する愛情が報われないことに関する恨みことに満ちている。1696年、ピョートルは西欧への大旅行の最中に、ナルイシュキン家の親族たちにエブドキアを説得して、修道院に入らせるように頼んだ。エブドキアは最初この説得を跳ねつけたが、1698年には、スーズダリのポクロフスキー修道院に入ることを余儀なくされた。この修道院の典員は、エブドキアが俗人の女性として暮らすことを認めた。エブドキアは、ステパン・グレボフという役人と愛人関係になったが、グレボフは、後に4つ先の刑に処せられた。エブドキアと息子のアレクセイは、次第に、高位聖職者をはじめとする、ピョートル一世の改革に反対する派閥の中心的存在になっていった。反対派の指導者の一人であった。ロストフのディミトリーフ主教は、エブドキアを、我らの偉大なる統治者と呼び、エブドキアが、もうすぐ皇妃の座に返り咲くだろうと予言した。エブドキアとアレクセイの周りに集まっていた、保守派は1718年に、ピョートル一世によって粛清された。アレクセイは、拷問を受けて死に追いやられ、エブドキアを支持する、主教全員が処刑され、エブドキア自身もスタラやラドガの修道院に、追放された。ピョートル一世の死後、その帝位を継承した5歳のエカチェリーナ一世は、秘密裏にエブドキアをサンクトペテルブルク郊外のシュリッセルブルク監獄に収容した。1727年、孫のピョートル二世が皇帝になると、エブドキアは直ちに牢獄から出されて、首都のモスクワに招かれた。エブドキアは1731年に、ノボデビチ女子修道院で死ぬまで自分の宮廷を持つことを許された。ありがとうございます。